皆様こんにちは。ファイナンシャルプランナー監修工場勤務の底辺脱出貯金1000万円の日常です。今回の動画では30代で老後資金の準備が完了し、退職のための貯蓄が不要になった状態のコーストファイアを達成すると生活は一体どのように変わるのか、37歳バツイチ独身一人暮らしのコーストファイア達成の正直な感想をご紹介します。書籍も出版している大手のお金のチャンネルリベダイによると、老後資金は3000万円必要だとのことでした。60歳時点で老後資金の3000万円を用意するためには年利 7% 複利で30年間運用をするのなら、40歳時点で800万円が必要だとのことでした。自分で詳細を計算したところ、厳密に言えば40歳時点で約750万円でした。私の今の年齢の37歳の場合は603万円でした。603万円を年利 7% で23年間放置すると3000万円になる。すごいですね。自分は普通預金1000万円に加えて資産運用でこれだけの資産を運用しており、40歳までに新規を合わせてNISA非課税投資枠で750万円分を余裕で埋めることができるので、コーストファイアを余裕で達成しております。ではここからはコーストファイア達成後の生活で変わったことと変わらなかったことをご紹介していきます。まずはじめに結論を申し上げると、コーストファイアを達成したとしても日常生活自体は大して変わっておりません。日常生活で変わったことを挙げるとすれば、投資資金のために無理に食品工場の日雇いバイトに行かずに済むようになり、ガツガツと貯金、投資に回すお金を工面する必要がなくなったので、時間とお金の面で少し贅沢になったくらいです。一体どのくらい贅沢になったのかというと、東京浅草のほおずき市に旅行に行った時に送料込みで4800円する風鈴付きのほおずきの鉢植えを買えるくらいな感じです。約2年前の生活はこんな感じで、資産も収入も今よりも少なかった時は食費も節約をしていたので、4800円の鉢植えなんて絶対に無理な感じでした。そんなコーストファイアの生活水準を具体的な例に例えると、風鈴の音色とともに朝食を食べながら窓から見えるほおずきを眺める、植物のことを気にかけて世話ができる程度の暮らしができるようになったこと程度の変化です。この程度の変化なので、もちろんコーストファイアを達成していても車も持っておらず原付通勤で、家も実質家賃3万円台前半のトイレが壊れたボロ屋に住み続けており、金持ちとは程遠い暮らしです。理由は固定費を上げてしまうと生活に必要な決まった金額が上がってしまい、金銭的な心配が増えるので心の平穏が脅かされてしまうからです。大きな変化があったのは心理状態の方です。生活自体は少し贅沢になっただけであまり変わりませんが、心理面では大きな変化がありました。その変化とは、給料が安くて生活保護並みでもイライラすることが少なくなったことです。2022年から2023年の1月頃までの動画を見ていただければよくわかると思います。給料が安いとか、職場である社会の底辺工場をディスりまくるネタや、皮肉が多く、その他も半分やけくそ状態だった気がします。貯金は精神安定剤とも言われておりますが、まさにその通りで、貯金と投資が十分にあり、収入も増えて生活に余裕ができると、やけくそ感とイライラ感が明らかに減りました。
以前はそういった負の感情をよりしろに人気動画を爆誕させておりました。社会の底辺工場に勤務している底辺職であることは相変わらずですが、低賃金、長時間労働によるイライラ感とやけくそ感という人気動画のよりしろが消え失せました。よりしろがなくなったことで人気動画を召喚させることができなくなり、以前のような皮肉とブラックジョークの効いた自虐貧困動画が作れなくなりました。なので最近の当チャンネルは低迷しております。コーストファイヤーを達成するとお金が精神安定剤となってどうでもよいと思うことの幅が増えました。動画投稿を始めて思ったのですが、世の中には想像以上にいろいろな人がいます。ここに出てくる人のこととは言いませんが、自分中心に考えて神経質で他人にケチをつけて悪口や文句を言いまくり他人をいびるような人間は生活に余裕がなくてイライラしているんだと、収入と資産が増えるに従って実感するようになりました。この人に対して言いたいことですが、関係性もできていなくて喧嘩越しでいろいろと指図をされたとしても、やばい人と思われて願いは叶わず周りから人が逃げると思います。世の中いろいろな人がいるんだなぁと思いました。この方には寄付していないと喧嘩越しで疑われておりますが、寄付していることは本当で、毎週買い物に行った時に何か一つの子供向けの食品をフードバンクに寄付する活動を行っており、今週はスパチャでもらった人数と頻度が多かったので、寄付する子供向け食品をいつもの1個から3個に増やしました。話はコーストファイア後の生活に戻ります。恐ろしい習慣。30代で老後資金の心配のないコーストファイアを達成するのにはそこそこの収入が必要で、収入を上げるために努力をしておりました。努力の結果、離婚した直後の35歳の頃は手取り12万円から14万円でしたが、37歳最近は少なくても手取り20万円台後半から多ければ70万円台にもなり、収入は飛躍的にアップしました。この1年半の間に生活水準は上がり、学生時代は月6万円、20代は月8万円、離婚後は10万円前後で暮らしておりましたが、今は12万円から20万円がスタンダードになりつつあります。お金を稼ぐには結構なストレスがかかり、それを消費で発散していた結果、物価の上昇率を上回る生活費の上昇につながりました。美味しそうな食べ物でストレスを発散するのは、舌も肥えて体も肥えて、生活費自体も上がって、お金が減るとは頭では分かっております。人生で一度もまともにお金を稼いだことのないような貧乏人アンチに、贅沢をしたいだけのババアだとかいろいろと言われておりましたが、ストレスのかかる状況でそれをやめてしまうと、心の方が壊れるので、それを回避するために食べ物に散財をしておりました。去年はそれがひどく、食品工場の仕事をほぼ完全にしていない今年も、贅沢な食べ物を買う習慣がついてしまっています。この収入がいつまでも続くわけではないことは分かっており、最近はその兆しも見え始めてきております。習慣というものは恐ろしく、上がった生活水準はなかなか下げられないということはよく知られております。そしてそれをすごく実感しております。まずは贅沢は食べ物だけなのでギリギリセーフなのですが、これが服も家も車もとなったら家計の破綻は確実です。ある意味で恐ろしい習慣の力はまだまだあります。またコーストファイアを達成をしたのだから、YouTube か工場のどちらかをやめても良いのですが、
恐ろしいことにそれも習慣のせいでやめることができず、どちらも続けております。良いことも悪いことも毎日のようにやっていれば、やらないと気持ちが悪く、習慣というものは麻薬と同じで強い依存性のある恐ろしいものなのです。働くこと自体が大嫌いなのにやめられない。薬物、ニコチン、アルコールなどいろいろとありますが、これが依存症の恐ろしさなのです。だからコーストファイアを達成したとしても、相変わらず水筒のお茶を作っており、すぐに生活は変わるわけではなく、生活は大して変わっておりません。1年後、数年後どうなったのか、 YouTuber として生き残っていれば、コーストファイアを達成して期間が経ってからの暮らしや、失敗しているのか成功しているのかもご紹介する予定なので、これからもよろしくお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。工場勤務をしながらの動画作成の励みになります。高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。